真ん中ラフェリア確定だからね。周りで虹色が出てくれればいいんだけどダメだったな。まあまあそれ以外のねシンとも出てくれるとすごい嬉しいんだけどね。ウンディーネ、あ、これも新しいアポロニアですね。これも星4のユニットです。はい、でもなんとなくそういう流れで来てほしいな、いろんな。お、マルレーネ、これ初ゲットかな。ね、これなんか実機プレイでちょくちょくなんか見ましたね。でね、次で出しちゃいましょうか。二次列はあんなもんかなと言いつつダメだ、あ、さっきのかなり運良かったっぽいです。いや、まあまあまだ分かんないけどね。はい、ということで三浦由美子が出ましたね。アーシですね、アーシ、うん、間ぐらいですね間ぐらいの感じで出ましたね。さあどうでしょうか。お、マジで雪の出た、雪の先出ちゃったかはい、ということで、まあ、前半後半ともにね、通常確率の雪のが出てきてくれました。これは嬉しいですね。超高円定祭、ラストリベンジでいきたいと思います。今あるチップ分で、頑張って引こうかな。でもう出たらまあ終了でいきたいと思っております。はい、真ん中とりあえず、真ん中がとりあえず超絶3アップだからね、真ん中出ればいいんですけども、何が、まあ、赤いのが出たらちょっとビクってなるなどうしたや、ウンディネ4回連続で出てるんだが、ラストからのキュレン、ああ、ウルト出たびっくりした、ありがとうございます。こっちでもよかったんですよ、本当に。今回狙いとしては前半でアップしているヘスティアですかね、狙っていきたいと思います。出てくれれば合図めちゃくちゃ嬉しいかなっていう感じですけども、いきましょう。キュレン一発目いきましょうか。なかなか二次率はどうなんだろうね、半分ぐらい、ああ3つか、まあまあでもいい方なのかな、どうなんでしょうね。はい、まあまあちょっとまた1体ずつ軽くだけ見ていきましょうか。ベートローガですね、獣人間の無属性ユニットでございます。少ないな、ヘスティア、せめてヘスティアでしょう、ちょっと頼みますよ。はいはいはい、おっとマジかこうして、こうして、こうして、こう。じゃあ、9連3回いきますね。まず1回目。まあ、血の出てくれたとりあえず、OK かなって感じなんですけども、いきます。虹が3つです。出ないよね、多分ね、これ。辛いもんがある。あー、こう、この絵面、この絵面ずっと見てきたもん。あー、心ぴょんぴょん待ち考えるふりしてもうちょっと近づいちゃえ、簡単には教えない、こんなに好きなことは。最後のスクラッチです、いきます。今までありがとうございました、そしてこれからもよろしく、赤文字です。ありがとう。さあなんか出るかな一応持ってんのは持ってんだけどね、みんなね、おーい、普通。
ましょう。ほい。お、3つ。3つか。ちょっと増えたな。さあ、これでどうなるかな。あら、かぶる。あー、ちむちゃん来た。来ましたね。この子結構強いですよね。水属性人間属ですね。はい。味方の水属性ユニットのヒットポイントが3倍。で、攻撃力が2倍で、さらに人間族の攻撃力が2倍になるということなんで、水属性で全然組んでもいいんですけども、水人間ユニットですね。で、組むと、通常で攻撃力4倍になるので、非常に、火力のある、パーティーができそうですね。チェノちゃんリーダーにすると。あー、来た！ココア来たね。あと、じゃあ、もう、コスプレユニット2人だけか。ですね。はい。ココアちゃん、炎属性の人間族ですね。が来ました。ダークネス。ダークネスか、ウィーズか、カズマしか出ねえな。参ったな。すげえ悪いぞ、これ。うわー、3つが結構定期的になってきましたね。虹が。あー、とりあえずアクア。とりあえずアクアゲットしました。ありがとうございます。ダメ神。そっちなんですよね。まあまあ、当たりちゃ当たりなんですよね。アクアも。ラストでございます。いやー、マジか、出ないか。いや、もうこれ出ねえな。9年いきます。最後です。うわー、これにじりすぎな。出てきてほしい。最後お願いします。はー、どわどわどわ。くそー、もうちょいだったね。行きましょう。毒食らってますけど、あれ、いきなりこっちか。愛をすべしもの、あれね、請求はこっちなんだ。あれ、じゃあ公式放送のあの請求は何だったんだろう。よくわかんねえな。まだ俺が多分もう見てる人はね、多分もう分かってるかもしれないんですけども、この状況だと俺まだ分かんないな。とりあえずまあ4属性打ってがっつり攻撃してみるよ。はい、どうでしょう。相手光属性だからね。 OK、 倒しちゃったけど落ちない。進化でディバインゲット。あ、こっちから、こうなんのか。なんだ、先に愛をすべし者からの、あ、なるほどね。順番そういうことなのか。オッケーオッケーオッケー。このパネル貯めといて、おぉ、いいよ。この補助はいいね。いきます。あー、回復パネル来ないか。ただ全回復したので、めぐみの火力がでかい。いいね。さあ問題、こっから相手の、絶望の扉のネクスト数字に気をつけながら相手を毒にしていきたいと思います。右のやつ集中攻撃いきます。あー、いいね。めぐみがいい火力を与えてるので、このまま一回倒すか。あ、倒せそう。あ、いったいったいった。オッケー。で、こっからがわからん。こいつはエンハンスかけて倒しちゃっていいのか。ただもう一段階進化あるはずなんだよな、多分。
え、あるよね、ディバインゲートまで行くよね。どうなんだ。いやでもわかんねえな。4回目の進化ある？4回目？実質3回目か。どうしよう、一回仕掛けるか。わかんねえけどちょっとやってみる。カムイ武卒、これで終わりにしたい。ブレイズライド、エクスプロージョン、ペンダント、 100% 回復、いきます。一旦こいつは倒せるだろう。 OK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 、 これで進化ある？終われ。おっし、終わったんだ。これで終わりか。